その期待確実に超えていくんで。すごい、まだまだ乾燥が続いてますね。ここが駄菓子屋さん、初めて来ました。お姉さんがいるのっていいですね。トットロ、普通に考えなければいいのよ。お腹ペコペコにして待ってるね。見えた。パーレオはまだなの？父様、お待たせしました。私が紡いだ儚い言葉の数々、じっくりと堪能しておくれ。リケラトプスって走るのは好きかしら。この地図があれば宝探しができるのね。Thank you.
お誘いありがとうございます。ぜひご一緒させてください。もうそんなこと言って嬉しいくせに。よかったら行ってみますか？たとえ輝き方が違っても並んで輝くことはできる。そうね。私はホットコーヒーと抹茶ソフトにするわ。震えさせてあげよでいいんだろうか。なんだかあやちゃんらしいね。みんなで一緒のクラスになれて本当によかった。あの、この音って…当日を楽しみに待っておっか。
気合が入って。あやちゃんのためにもう少しだけ手を貸してほしいの。私の気持ち、どうしてもかすみに伝えたいんだ。小さな仕事の積み重ねが明日への一歩。キーボードの隅に取れ。君に頼みたいことがあるんだけど、いいかな？勉強はマジ苦手だけど、まあそんなのミクロンミクロン。妹たちに見つからないようにプレゼントを用意しなくちゃ。一人っ子って言うとやっぱりってよく言われる。どうしてだろう。本当に商店街に流れてるよ。私たちの作った曲が。
ノゼリアの覚悟じっくりと見せてもらうわ。あなたたち、ロゼリアに全てをかける覚悟はある？緊張しちゃうな。やりたいことがあったら声に出さないとダメじゃね？頑張ってみる。